より小さい甲州アジア大会サッカー女子日本4-1北朝鮮6日決勝中国甲州アジア大会女子サッカー決勝で日本に1-4で負けた北朝鮮に内紛が起きた写真北朝鮮のリユイル監督右試合後の会見などすべての日程が終了し移動バスに乗り込む前にリジョンシムグキコーチが リユイル監督の曖昧な記者会見内容に不満を爆発させ、噛みついた。韓国のスポーツ挑戦が7日に報じた。会見でリ監督は、全般的にはいいところが多かった。選手たちの試合の内容は良かったと思っている、など、前向きなコメントで選手たちをかばった。しかし、元北朝鮮代表ぐキだったリコーチは、よく頑張ったと言ったら、選手たちは、 本当によくやったと勘違いするじゃないですか。4-1という数字のどこがいいですかと異論を唱えた。すでに選手は肩を落としてバスに乗り込み、リ監督とリコーチがそのバスの前で長時間、話していて、二人の会話が見送った韓国メディアの耳に入ったもの。怒りが収まらないリコーチは、2失点目は、マークが甘かったと指摘し、武器ミスの3失点目は、一つもやってない。 監督は仕方ないと言いましたが何が仕方ないですかと語気を強めた。スポーツ朝鮮は会話の中では北朝鮮で起こった時に使う悪い言葉、日本語で例えるならバカ野郎のような言葉も聞こえたという。厳しい縦社会の北朝鮮でコーチが監督に噛みつくことは珍しく、しかも聞き耳を立てた韓国メディアにキャッチされただけに今後問題の種になる可能性もある。